皆さんこんにちは。2021年9月1日早朝、アメリカでの就職が決まり、生活の見通しが立ったとして、まこない新郎と年内結婚することが報じられた小室圭さん。国民から大反対を受けた。まこさまと結婚した小室さんの好感度は上がっているのだ。今日は小室圭さんのことについて紹介します。まずは小室圭さんの経歴とプロフィールから紹介します。小室圭はアメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士、ローウェンスタイン・サンドラー法律事務所所属、秋篠宮文仁親王第一女子小室眞子の配偶者、加古内親王、悠仁親王の義兄、フォーダム大学ロースクールによる学位は法務博士。1991年10月5日、神奈川県横浜市に生まれる。小学校は東京都国立市にある私立学校の国立音楽大学附属小学校に入学。同校によって第50期卒業生と公表されている。中学、高校は東京都品川区にある中高一貫のカナディアンインターナショナルスクールに入学し卒業。大学は国際キリスト教大学教養学部に入学した。 ICU 在学中にカリフォルニア大学ロサンゼルス校へ留学。 ICU 卒業後は三菱東京 UFJ 銀行に就職し、丸の内支店に配属された。その後東京都内の奥野総合法律事務所でパラリーガルとして勤務していた。この間奥野義彦弁護士の知遇を得て、その後経済的精神的に支援を受けてきた。また勤務と並行して学んでいた一橋大学大学院国際企業戦略研究科を2018年春に修了している。2012年6月に国際キリスト教大学が校内において交換留学生のために開催した説明会でまこない親王と出会う。交換留学説明会で前後の席に座ったことから交流が始まり、親密さを増した。まこない親王は8月に英国留学に出発したが、その直前から交際を始めた。お互い帰国後の2013年の12月に将来結婚しましょうとまこない親王にプロポーズした。まこない親王はプロポーズをその場で受けた。2017年5月16日、秋篠宮文仁親王第一女子まこない親王が国際キリスト教大学の同級生の小室圭と婚約する準備が進められていることが NHK で報道された。同日、婚約することが宮内庁から正式に発表された。国民的スターのプロフィギュアスケーター羽生結弦の101日スピード離婚は日本のみならず世界中のファンに衝撃を与えた。その離婚理由については波紋が広がっていた。一方、その裏でなぜか好感度を上げた男がいる。小室圭さんだ。かつて妻眞子さんとの結婚は国民から大反対を受けた小室さんだが、ここに来てなぜか好感度が上がっているのだ。結婚で好感度を上げた男、下げた男、一体そこにはどんな理由があるのだろうか。電撃入籍発表からわずか105日で離婚を発表したプロフィギュアスケーターの羽生結弦。そのスピードに日本のみならず世界中の羽生ファンも驚いた。離婚原因について、羽生は自身の SNS で誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされたことに言及していた。その上で、現状のままではお相手と私自身を守り続けることは極めて難しくて耐え難いものでした。お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから離婚するという決断をいたしました、などと綴っていた。これには賛否が巻き起こる。中にはあまりにも無責任ではないか、抗議したり法的な措置を取ればよかった、などとの声も噴出した。スケート界のプリンスの結婚離婚劇はその類まれなる才能で魅了してきた人々の好感度を一気に下げる形となった。だが羽生結弦の結婚離婚騒動の裏でなぜか好感度を上げた男がいる。秋篠宮家の長女眞子さんの夫小室圭さんだ。お姫様のハートを射止めたプリンスは眞子さんと結婚にあたって自身の母親とその元婚約者の金銭トラブル問題により日本中から反対にあった。だが小室さんは諦めることなく、
2021年に眞子さんと結婚、現在はアメリカで結婚生活を送っている。2人のプリンスたちは思わぬところでその好感度が逆転する現象が起きた。長年小室圭、眞子夫妻の取材を行ってきた週刊誌の芸能記者が推測する。羽生さんは自身の人気の高さは当然知っていました。結婚すればファンや世間にどのような影響があるかは分かっていたこと、それを理解した上で結婚したのであれば、あの離婚発表のメッセージは自己保身としか捉えられないような内容でした。そんな彼と比較されたのが小室さんです。かつて日本中から結婚を反対され、誹謗中傷もバッシングも受けました。眞子さんの意向があったにせよ諦めることはしなかった。羽生さんも小室さんもお互いに自分のことしか考えていなくても、小室さんが逆に好印象に見えてきたのです。芸能人や著名人の結婚離婚事情に詳しいのフリーライターの西名ゆりさんはこう分析する。羽生さんが好感度を下げた要因は被害を匂わせておきながら詳細を明らかにしなかったことでしょう。何らかのトラブルや被害があったのなら自分たちで判断せず司法に任せるべきだったのではないでしょうか。それに SNS で上げた離婚の発表文についても誰の何を守りたいのかはっきりしない物言いでした。そうした書き方から彼のことを自己陶酔しているだけとネガティブな受け取り方をする人が多かったのはないでしょうか。妻を愛しているのに妻を守るためだけに離婚したのなら、今回の離婚は羽生さんのためにはならなかったのではないでしょうか。さらにもう一つ、彼の元妻についても気を使って結婚当初から公表を控えたこともマイナスに働いたという。逆に彼女の立場まで危うくさせてしまった。確かに妻を公表すれば嫌がらせをする人は出てくるでしょう。ですがそれはごく一部の人で、国民のほとんどは祝福したはず。妻と認知されることでいろいろな形で応援し守ってくれる人も増えたと思います。それをはっきりさせなかったことで、おめでたいことなのに隠すのには何か理由があるのかと逆に国民の不信感を募らせてしまった。そうしたところからも羽生さんは本当に奥様の気持ちを考えていたのかと疑問を持った人も多かったのではないでしょうか。よく言えば人々を魅了するカリスマ性、悪く言えば自己陶酔、フィギュアスケートの世界ではなくてはならない才能であり、それこそが羽生の強みでもあった。だがプライベートではむしろ裏目に出てしまったというわけだ。一方なぜ小室さんの好感度が上がったのか、前出の西直氏が続ける。まず小室さんの強みは誰に何を言われてもブレないところでしょう。ただ彼の場合他人の立場や気持ちを理解していないからとも言えますが、小室さんの覚ようと元婚約者との金銭問題では借金ではないから返済する必要がないというのが小室さんの主張でした。たとえ法的にはそうであっても求められているのは元婚約者の方に納得してもらえる円満な解決なはず。それがなされないから国民から反対の声が上がったわけです。問題解決が長引けば眞子さんや秋篠宮ご夫妻に迷惑がかかることを想像できないにも歯がゆさがありました。それで日本中から非難を集め、バッシングされてもなお結婚を諦めなかったのは鈍感力というか、むしろあの暗い鈍感ではなかったら皇室に縁のない普通の青年がプリンセスとは結婚できないってことだと思うんです。国民から向けられた目が何を訴えているのか小室さんは理解していなかった。仮に理解していたとしても受け止めずに我が道を進んだ。そのためダメージを受けることなく目的を達成することができたのかもしれない。そのため結婚のポイントはまさに小室さんの鈍感力に他ならない。例えば職場で上司が怒っているとします。上司の気持ちを理解せず、なんで怒っているか考えずにその様子をじっと見ているうちに上司が疲れてお説教をやめてしまい、解放されるのが小室さん。怒る上司を前に自分の言い分を通せば誰かが傷つくと背負い込み、考えすぎていうことを言わず悪者にされてしまうのが羽生さん。2人は対極にいるんです。世間に衝撃を与えたプリンスたちの結婚劇を世間は比較し、その結果
その好感度が逆転したと西名さんは見ている。実は結婚離婚劇により好感度を左右した著名人は他にもいた。不倫スキャンダルで離婚した俳優の東出昌大もその一人。実は彼、小室さんに似ているというのだ。後編記事、羽生結弦と小室圭だけじゃない。あの旧ジャニーズ俳優も結婚で、好感度がじわじわ下降した意外な共通点とは。では、その理由についても深く聞いていく。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。